こんにちは。2016年9月16日、本日は iPhone 7 の発売日でございまーす。いやー、ついに買ったよ。ついに買ったよ、この一番下にある箱。これにおそらく iPhone が入ってると思うんだよね。今朝、10時ですね。朝10時頃にピンポン鳴りまして、お荷物ですと、Apple さんからお荷物ですということで、届いております。開封の儀。これをね、やっていくわけですけど、これで iPhone 入ってなかったらもう、笑うしかないんですけど。いや、1年に1回のお祭りということで、いきまーす。バカ。おや?バカ。おー、なるほど。なるほど、なるほど。こういう感じ来てますね。こういう感じで、来ておりますね。出ました。前回の箱、6S。これですね。6S と比べると、どっちが好みかな?こっちかな?わかんないな。では、ビリビリいきますよ。おい!おーい!では、いきますよ。iPhone 7! わお!デザインが変わってます。今までのアップル、箱を開けたらまず商品が目に飛び込む、これがアップルの真髄だったはずですよ。まず開けたら自分が購入した商品がここに目に四角にドンって入る。これアップルの特許だったはずですけどね。なんと7になって変わりましたね。ここ変えたんだ。これ大きな変更ですよ。そしてこれをめくると、でーん !M!M! おーわおわお !Amazing!Amazing!見た感じ、これ 6S、7。ほぼほぼ変わっておりませんが、後ろを見ると、このように一目瞭然。このね、ダサいと言われていた、ここの線がね、ストライプがね、2本なくなって、このレンズもね、相当な出目金になりましたね、これ。相当でかい。かなり主張してますね。アップ。そして、付属品。まあ、こういうのはいいですよ。ここですよ。これですよ。ライトニング2。イヤホンジャック。ライトニング2。イヤホンジャック。で、これ、イヤポッツ自体は普通なのかな?ちょっと上げてみますね。イヤポッツ自体は今までのものですね。あ、違うんだよ。ライトニング端子になっていて、あとは変わらないと。なので、ライト、これ使う分には挿せばいいんですけど、今までのイヤホンを使いたい場合は、こちらで変換してくださいということで、イヤーポッツ、これが 6S の箱なんですけど、ちょっと、コスト削減されてます。コスト削減されてますね。今まではこう、プラスチックの立派なケースに入っていたんですけど、これペラペラも取ってないって使ってないんですけど、今回はだいぶコスト削減に走ってますね。まあ別にこんなものね、ケースなんて使わないんで、全然いいと思いますよ。これ、まあケース使ってる人にとっては、あれかもしれませんが、なんだろうね、必要ないんじゃないかなと思いますね、ケース。だって、一回出しちゃったらもういらないわけで。で、このようにこの下にライトニングケーブルが締め込まれているということで、こっちからいきましょうかね。デザインドバイアップカウンター。よし、ほっ、おおアップルシェル、ようこそ iPhone へ。なるほど。お、SIM を外すあれがありますね。今回私は SIM フリー版を購入しております。ですね、これペラ紙1枚、まあもうこれ伝統芸ですね。伝統芸、アップル伝統芸。
マニュアルはいらない。使っていくうちに直感的に操作など理解できる。素晴らしい。では、ベロ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 ー。おっとっとっと、ベロ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 ー。おー、いやー、お分かりいただけるであろうか。ライトニング端子しかないですよ、これ。これないですよ。で、なんだろう、ステレオでこっち側とこっち側から音が出るよって言ったんだけど、ここにはそういったものはないんですね。こっから出てくるのかな、ちょっとわかんないんですけど、細かなところを見るとね、防水仕様になっているんで、特に変わっておりませんね、これ。ちなみに今回の防水はキャップレスです。私の持ってるエクスペリアなんかもそうなんですけど、蓋をしないとダメとかね、充電のところ蓋があってそれを開けたり閉めたりで防水っていうんだけど、今回は何にもそういったキャップなどはついておりません。ではスイッチ入れますか。ホームボタンが押せない、押せない、押せませんよこれ。そうなんです、今回ホームボタンないんです。あるんだけどないんです。これが、アプローチや新あの今現行機種はね、 MacBook と同じタプティックエンジンによってブルって押したフィードバックが返ってくる疑似クリックみたいな感じになっているので、これがないんですね。でもくぼみはあります、ここに。まあ後でね、これ開封なんで、あの手元移して細部はやりますので、そうですね、あと変わったところ、横サイドとかも特に変わっておりませんね。まあ背面がねドカッと変わったかなと。ではスイッチオン。アパレカゴだ、アパレカゴだ。というわけで、そっからね、一回ね、このデータを移して、そっから詳しくやっていきたいなと思います。まだホームボタンは反応しておりません。あの、MacBook も同じなんですよ。MacBook も電源入れてない状態で、タッチパッド押しても何にもないの。だけど電源入れた途端、ブルってくるから、電源入れた途端スイッチが入るみたいなね。ほーらー、ほーらー、ほーらー、こんにちは。というわけで、iPhone7256GB ローズゴールド、こちらの開封動画でした。ここから、設定してね、動画また上げますので、ここで、ここですからね、皆さんお待ちいただければと思います。iPhone7! 次の動画で会いましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。